こんにちは、しょうこです。移住便乗団記念公園の館長さんです。よろしくお願いします。和歌山こんな山間部って過疎過疎って言われてますけども、館長さんどう思います？まあ過疎はね、難しい問題ですけどね。うん、ここは伝習館っていうのがありましてね、炭を焼く技術を、後世に伝えようということでね、炭を焼く技術者を養成しているんですね。教えてあげるんですか？教えてるんです。で、釜を使ってね、で、そういう施設もありまして、今入っていますね。で、今9人目の人が入っています。9人目、9人県外から来てくれて、さっき炭焼きのとこ行ってたらね、横浜、千葉、宇都宮だったじゃないですか。そうそう、和歌山じゃないです、はい、和歌山の人来ないんですか？和歌山の人、今日は住み出ししてる人は、この田波市内の人、田波市内のここでも住み出してますね、で、東京の人、宇都宮の人、今やってますね、よそから来てくれる。県外の人結構多いです。県外から移り住んでくれて、でもそれでも過疎化なんですか？そうですね、やっぱり働く場所っていうのがね、この周辺に少ないんですよ、ね、住み以外にない、で、館長さん、それについてはどう思われます？こんなにしたらええのにとか思うことある？あの非常に難しいね。まず道路の問題からね、交通網の奇跡橋という場所があります、あとが非常に道が狭いんですよ、急カーブでね、まあ対向車線になってますけども、やっぱ災害の起こるところでね、奇跡を通らなここへ来れやんしね。そうですよ。で、奥地は竜神、竜神遠いわね。ここから30分。30分、はい、山を越えなければなりません。山越えるん怖いですか？大型バスでギリギリです。ギリです。やっぱり道の問題。そうですね、道路もね。で、あと雇用の問題、仕事、でもこっちへよそから来て帰れへんっていうことはここがいいわけでしょ。住むのにはね、まあ住めば都なのかも分かりませんけどね、炭を焼く人は炭を焼く目的で来てます、技術を身につけたり、で、そういう人たちはよそ行っても原木がないですよね。この資源しかないですね。ですから皆さん住み着いてね、で、いろいろな条件がつけまして、減収税を入れてます。大勢おりますんでね、その中で面接して、この人だったっていうことで、お住み着きの人がここで減収してます。あ、なるほど。誰でも受け入れてるわけじゃない。選んで、で、全部ここに行政のものですから、行政の面接があります。なるほど。でも、ここへ住みたい、便乗団のことを学びたいっていう人は面接を受けられるわけですね。そうそうで、もしかしたら焼けるようになるかもわからない、なります。便乗団を教えてもらえるかもわからない、